こんにちは。じゃなくてもうこんばんはですね。はい、夢チャンネルスタートします。今日もよろしくお願いします。はい。今日のテーマは、キャリアプラン。ちょっと待ってくださいね。今日のテーマは、保育士の成長のステップ。ビザデビートなら、あれ？なんだこれ。なんか今変な音楽が流れちゃいましたね。はい、失礼いたしました。はい、今日は、保育士の成長のステップというところと、それから、キャリアパスというお話、そしてキャリアプランというところをお話をしてみたいなというふうに思います。はい、で、背景としてはなんですけれども、実はこの間、福井で新人の保育士さんの、1年目から2年目の先生たちが、これからも保育士を楽しく続けていけるような支援になるような講座をということで担当してきました。で、その時に私も実は施設長をやってる時にすごく感じていたのが、1年目の先生だったり、あるいはどこか他のところで資格を取ってきて、他で働いた後に保育の世界に改めて決意をして、保育士になろうって言って働き始めた先生だったり、こう夢を描いて保育士になった人たちがたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その方たちが実際に保育の世界に入った時に、その外面のイメージ、楽しく子どもと遊んでいるっていうイメージだったり、キラキラ子どもと笑顔で過ごしてるっていうイメージだったりあるんですけれども、それと実際に蓋を開けてみた時のお仕事の繊細な配慮の数々だったり、楽しそうにうふふって笑ってるようでいて、先生たち全員の状況を把握していて、何か危険なことがあるとふっと止めに行く。で、それは見ているからなんですね。それもただぼーっと見てるわけじゃなくて、一人一人が今何をしていて、何を考えていて、で、それは成長発達の中でどういう背景があって、これからの発達段階につなげていくためにどんな配慮が必要なのか、どういう仕組みを作るとよりこの人たちは成長しやすいんだろうか、なんていうふうに考えながら関わってるわけなんですね。で、そういうベテランの先生たちの配慮が身につくまで結構試行錯誤なんですよね。で、実は私自身も1年目に保育士になった時にすごい悩んだんですよ。まず先生たちが何を考えているのか、先輩たちの脳内の思考回路が全く見えなかったんです。で、私も良かれと思っていろいろやるんですけれども、ことごとく失敗する。で、大体的外れなので、「先生何やってるの？」って、あなた自分で考えて動いてって言われるんですけども、考えても分かんないんですよ。そもそも自分のボキャブラリーの中に子供に関わるための視点っていうのは、教科書の中で学んだ成長発達とか、こう概論的な理論ばっかりはあるんですけれども、それって現場に出た時にまずすぐに使うかっていうと、そうではないんですよ。現場に出た後初めて分かる現場内の養うべき視点だったり、先生同士のコミュニケーションだったりっていう風に課題がたくさんあるんですね。そもそも保育がチームワークだってことを私はあんまり意識をしたことがなかったんですよ、実習やってる時なんかは。で、そんなわけで、落ちこぼれの私が相当悩みまして、で、悩みながらも成長してきたわけなんですけども、実際にやっぱり部下で入ってきた1年目の先生やいろんな経験をしてきた先生たちからすると、その超えてきたはずのいろんな試行錯誤だったり、暗黙の了解だったりっていう部分が見えなくて、で、葛藤するんですね。で、葛藤するけれども、誰に相談するのかっていうと、同期の人なのか、でも同期も今同じ学年だけじゃないんですね。例えば20歳の新人さんもいれば、32歳の新人さんもいれば、48歳の新人さんもいるんですよ。で、そうなった時に同じように同期で悩みを共有するっていうことが実はしにくかったり、どこまで話していいのか、同期間でも信頼関係を築くのに少し時間がかかったりもするんですよね。そういう中で悩んで思い詰めて、で、こう心が折れそうになってしまうっていう瞬間をやっぱり私も見てきたんですね。で、ラッキーだったのは、私たちのところには定期的に面談をするっていう仕組みがあったんですね。施設長面談が、私はすごく現場の先生たちにどんどんやっていいよっていうふうに言われていたので、例えば4月の末に、いや、そもそもですね、3月の終わりの時点で研修のところで面談をします。で、4月に入って4月の末にも
新人さんのフォロー研修みたいな形で面談をします。で5月には全部の職員に対して面談をします。で8月も新人さんのフォローの研修を育成担当の職員と一緒にやってるんですね。で9月入った後半ぐらいから全職員に次年度どうしますかっていう面談を行っていたので、それはもう正職員も非常勤も1年目もベテランも全てこれからどうしていきますかっていう話をしていく場をもらってたんですよ。なのでそこで先生最近どうですかって、こういうところをうまくできるようになってきましたねとか、こういうとこ素敵ですよねっていう話とともに、なんか困ってることありませんかっていうふうに話を振ると、出てくるのがやっぱり自分が今何をしているのかわからないとか、どこに立っているのかわからないっていう話だったんですよね。でそういったところから、どんなものがあるとこの方たちが足場をしっかり固めて前に進んでいくことができるんだろうかっていうことを考えて、関わっていたものをプログラムに盛り込んだんですよ、はい、でその中で保育士さんの成長のステップっていうのがいくつかありますよっていうお話だったり、あとはその中で実は新人さんだけじゃなくて、中堅の先生になってもベテランの先生になっても悩みを違った種類ではあるけれども持ち続けるんですよっていうお話をやっぱりしていました、はい、でそういう中で少し気持ちの負担が軽くなったり、全てを初めてこう職に就いてから全てを一気にやることを求められているのではなくて、まずは新人の段階でここまで求められてるんだ、じゃあ少し落ち着いたらここ目指してみようなんていうふうに目安が見えてきたことで足場が固まりやすくなるっていうところ、あとは弱音を吐いてもいいよっていうことを私は言ってるんですね。弱音を吐けないと限界になってしまって、でもそれ以上続けられなくなってしまったり辛くなってしまったりっていうことがあるので、まず新人さんの研修ではとことん愚痴ってくださいと、はい、そういった成長のステップなんかをお見せして紹介した後に、今自分の心に使えているものすべて出してくださいって、大丈夫ですよって、ここに来てるみんな同じような環境にいらっしゃるから、別に誰かが特別にこうなんかあの人あんなこと言ってたわよってことはないのでっていうことで、まず心の負担を下ろしてもらうっていうところから始めていくんですね。でそうする中でこうだんだん自分の今いる場所が見えてきて、次に進んでいくっていうところも見えてきますし、一方でそういったやり取りを見ていた他の主任さんの方から、実はですね、見学で入っていた方がいらっしゃったんですけども、ある程度新人が落ち着いてきて中堅になった後に、実は大事に育ててきたはずなのに突然辞めてしまう人がいると、なぜあなたがっていうふうに青天の霹靂のような出来事が起こってしまうことがあるんですよっていうお話をされてました。でこれも結構あります。これ何なのかっていうと、おそらく、まあ、私もいろんな先生たちの話を聞いていく中で、迷いが生じた人の発言を聞いていくと、あとはまあいろんな園の先生たちと全国の方たちとやり取りをしていく中で、なんかこう目標がありました、保育士になって、そしてこう子どもと関わっていくっていうこと、そこを目指して新人の時はがむしゃらにやってきたんですけれども、中堅になってある程度それができるようになってきました、そうするとちょっとマンネリ化してくるみたいなんですよ。で燃え尽き症候群じゃないんですけれども、ああこういうふうに自分はこのまま何年も同じことを繰り返していくんだろうか、ああ先が見えたなというような気になってしまったり、あとはもうその縁の中で自分自身が諦めてきたことがたくさんたくさんあった時、ここの縁では私がしたいこういう保育はできない、これ以上ここにいても自分の心が壊れそう、それだったら他の縁で自分の保育を実現できるところを探してみたいっていうことで、新たな旅路を求めてこうジプシーになっていく人の中にはいらっしゃるんですね。でただ現実的に今日本の保育園のシステムの中でいうと、やっぱり国が子どもたちを安全に預けられる園っていうことで監査が入っていたり、ある程度規定を決めているので、枠組みとしては実はそんなに変わるかどうかっていうと、そんなに大きく違うっていうところは実はなかったりもします。であとは経営者の方が大きく理念をガーンと歌って、こういう理想の園を作るんだっていうふうにおっしゃっていたとして、それが現場に落とし込まれた時に、現場の先生たちが枠組みにとらわれてしまって苦しくなってしまっているっていう縁も実はあったりします。
そういう中で中堅さんの本当の課題っていうのは何かなと思った時に、その方自身が感じている葛藤やこう課題だと思っていること、この縁ではできないんじゃないかって諦めてきたことの数々を一旦出してみてもらうっていうところで、それをどういう形でこの縁で実現していけるのか、そのできる方法を模索していくっていうところに労力を費やしていってほしいなっていうところなんですね。でそれができるように上の先生たちはそこを支援できるようになると、多分縁がさらにいい方向に、時代が変わってくる中で多分現場の先生たち研修に出るといいことたくさん聞いてくるんですよ。でも聞いてきたいいことと現場の中での枠組みが全く噛み合ってなかったり、やればやろうとするほど上の先生から抑えられてしまったりっていうようなことが起こると、やる気が失せちゃうんですね。なのでそういったところのこう新しい風を一緒に縁の中でどう取り入れていくのかっていうところを作っていけるといいのかなというふうに思います。でこの話は保育園の中だけの話ではなくて、実は日本の社会の中でもとっても大きな枠組みにつながってます。何かと言いますと、今日本の国の中で女性の社会進出を後押ししましょうと。で実はずっと昔を振り返っていくと、戦前は何ですかね、戦前とかそれより前は女性はたくさん働いていたんですね。男性だけじゃなくて女性も働いていましたし、その間は家族だったり、あるいはおじいちゃんおばあちゃんだったり近所の人がお互いに子供を見合っていたんですね。でところがだんだんこう時代が変わってきて、で戦後になってきた時にちょっと目かゆいですね、はい、戦後になってきた時に、こう日本はどんどん豊かになっていきたい、で豊かになってくるっていうところの象徴で、やっぱりこう一つのお家、核家族なんですけれども、お家を作っていくだったり、あるいは都会に出ていってそこで働き場所を見つけていくだったり、あとはある程度豊かになってくると、そうですね、旦那さんがどんどん働くことによって家計を支えていく、で奥さんは家の中で専業主婦になるっていう、このモデルがだんだんできてきたんですね。これ実は私の親世代は専業主婦だったりもいたんですけれども、ずっと日本が専業主婦とお父さんが働くって仕組みでやってきたわけではないっていうところがミソなんですね。で今女性の社会進出っていうふうに言われて、こう女性ばっかりが働くってことがすごくクローズアップされてますが、多分本当の問題はそうじゃなくて、子供を見れる仕組みが社会の中になくなってきているっていうところだと思うんですよ。それまではおじいちゃんやおばあちゃんや近所の人が見てくれていたところが、おじいちゃんやおばあちゃんは地元地方にいる、で近所の人はというと核家族だったり団地だったり、あんまりつながりがない中で、あとは子供会が消滅していったり、つながりがめんどくさいとか、あとこうエレベーターで声かけたら犯罪だとかね、いろいろありますでしょ。でそういう中で人のつながりが希薄になってきちゃったことによって、子供を見合えるようなそういうつながりが消失してきてしまったことが大きな問題なんじゃないかなというふうに思います。でそこを今現代社会の中では、子供は誰が育てるのかっていう議論から、子供はどう育てるのかっていう議論に変わっていく必要があるっていうことを、私も施設長になった時の研修で塩見先生がおっしゃっていて、なるほどなっていうふうに思いました。子供をどう育てるのか、いかに社会の仕組みを活用して子供を豊かに育てていけるのか、そう考えた時に鍵を握るのが保育園という仕組みだったり、地域のリソースを活用していくっていうことだったりするのかなと思うんです。で一方で地域のリソースというと、今まだちょっと別の機会で地域と子どもについてはお話をしようと思ってますが、子どもと地域がだいぶこう離れてきてしまっているところもあって、で子どもの声が騒音だとかって言われちゃうところもあったりして、別の課題ができてきてますよね。なので地域の方はまた取り組みが素敵なところもたくさんあるので、そこはそこでお話をしようと思うんですが、保育園っていう仕組みのところで言うと、保育園があることによって地域の中でそこに親子が集って、で子どもがそこで育っていくのを、保育園が核になりながらいろんな人をつなぎながら育ち合っていく仕組みを作るっていう、子育ての本当に中継機種のようなところを、きっと保育園はこれからの社会の中でも担っていくんだと思うんです。でさらに先になっていくと、もしかすると保育と老人のこう人生のところとが融合してくるんじゃないかなというふうに私は考えてるんですね。でそういうところをひっくるめても、保育園っていう場所、
はこれからも絶対に大事な場所としてあるあり続けるんだろうなと。で、仕組みはもしかすると保育と教育の融合っていうところで子ども園とかそういう要素は必要になってくるんですけれども、教育は日本の国の未来を豊かにしていくための投資なので、なので教育っていうのは絶対に必要なので、そういう意味で保育園保育に求められるものがどんどん高くなってくる。で、数も増やしていきたいという意向があるんですね。なぜならその働く人が一旦専業主婦って仕組みができた日本の社会の中でもう一回やっぱり働いてほしい。ここにはまた違う枠組みがあって、日本の労働者人口がどん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 減少してます。それはもともと1億、私が中学校の時は6000万人と言われていた日本の人口が今実は1億3000万人、1億人がどん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 減ってきてると言われてます。で、もう少し先になると全部の人口が8000万人になると言われていて、かつその中で6割か7割が老人になると言われてるんです。で、残っている3割4割の人口のうちのもしかすると労働人口、働ける人の人口が今ニートですとかフリーターですとかって言われてる方たちが結構いることを思うと2割か3割じゃないかと。で、この2割3割のところに他の人たちのこう生活を支えるような労働力をこう稼いでくれと言いますかね、働いてくれっていうふうに国はすごく期待をかけることになっちゃうので、これはきついので、やっぱりお母さんにもフルで働いてもらいたい。女性と外国人と、はい、とかっていうふうに言われてるんですね。あとはニートフリーターをいかに活躍できるような土壌を作っていくかとか、グレーゾーンと言われてる人たち、いろんな人たちが活躍できる多様性のある社会を作っていかなきゃいけないっていうふうに言われてるんですね。で、その中で外国人っていうところではもうすでに介護の世界とかいろんなところが海外から有能な方を連れてきて実際に職業研修をしていろんなところで活躍できるように仕組みを作っていくチャレンジをされているんですよね。ただ課題はやっぱりあって、日本ならではのこのホスピタリティ、暗黙の了解になっているおもてなしのマインドだったり、細やかなその意思の疎通の測り方だったり、文化背景の違いによって言語化しきれないものをいかにやり取りしていくかっていう課題がありますと。で、そうなると外国人の方が適応していくのをもちろん支援をしていく必要はありますし、日本ももしかしたら外国人もっと受け入れはしやすいように土壌を作っていく必要があるのかもしれないんですけども、それと同時に一番ありがたいのは女性のお母さんたちが働いてくれることなんじゃないかということで、女性が働ける仕組み作りをしましょうってことを企業に働きかけて、企業の中でもそういったこう育休取った後に復職しやすいような仕組みを整えていったり、あとはその育ボスっていう仕組みですね、そういった方たちがこう妊娠をして育休に入って、でその後復活した後にいろんな葛藤だったり生活の中での課題がある中でそこを支援していけるようなボスを育てていきましょうっていう取り組みもあったりするんですけれども、それと並行してやっぱり育休に入っている方が働き始めた時に預けられる場所というところで、保育の業界の中では本当に保育園の数が足りませんよと、だから増やしてください、そもそもの受け皿を増やしましょうっていうところと、それと受け皿を作ることはいいんですけれども、それはハードの面ですね。でもハードの面ができたら今度はソフトの面で、人がいないことには子供を預かれませんよということで、以前しきりに市の方でも補助金出したりして、まあ、私が働いてた時1年間で80個保育園ができた年がありましたね、横浜市で、はい、待機児童がゼロになった翌年1ヶ月で800人の待機児童が出ましたと。でその後に、はい、次の年、その年の9月に補助金出しますよって言って、その後に翌年の4月にオープンする園が80円ですっていうふうに言ってたことがあったので、その80円の保育士さん何必要なのかなって思ったんですね。例えばもし職員が30人必要な園だとしたら、3パ20して240人単純に考えてどっから連れてくるのかなって思いました。はい、でやっぱりそうなると待遇のいい園だったり、新たな宝島みたいに見える素敵な園の方に保育士さんが退職してそちらに流れていくこともやっぱりありますし、中には
中堅さんで、ああもっと新たな宝島みたいな縁がいいなって言って夢見て、素敵な募集要項を見て、あここなら私の夢を叶えられるかもしれないって思って、そちらに行ったら、あなた現場の経験あるわよね、主任お願いって言われて、え私中堅しかやったことないのに、宝島を求めて行ったのに、気がついたら分からない中で主任になってしまった。で部下はというと、保育士経験の少ない人だったり、これまで非常勤で働いていたけれども正職員が初めてでよく分からないとかっていう中で、こうひいこらひいこらしながら園を運営してるって面も実は少なくないっていうお話も聞いたりしています。でそうなると、その保育の質っていうところがやっぱり問題になってくるんですね。保育の質って何かっていうと、子供ってやっぱり人間ですので、ただ保育園が見つかって預けられたらいいのかっていうと、例えば預けられた先でこうなかなか心の通う交流が取れなかったり、こう先生たちがひいこらひいこらしていて子供のことなかなか丁寧に見ることができないと、子供の気持ちがなかなか受け止めてもらえなかったり、あるいは子供が必要な関わりをその時になかなかしてもらいにくかったりっていうことで、大事な子供が成長していくためのこう階段を上手に登るサポートができないこともあるんですよ。で、上手に階段を登るサポートができることを質の高い保育が施されているっていうふうな表現をします。で、質の高い保育が保障されない園、つまりこう運営することで必死でなかなかそこまで行き届いていないっていう園も実際には少なくないんです。はい、これは私もいろいろな園のお話を聞く中で、あちゃーって思うところもあれば、みんな必死なんだろうなって、必死な中で手探りしながらやってるんだろうなって、こうなんか祈るしかないような気持ちになるところもありますし、何かできることがあればお手伝いしたいなっていうふうに思っていて、今もこういった梅チャンネルだったり、あと今ホームページをいろいろ作成しながらやってるところなんですけれども、なんかお手伝いできたらいいなっていうふうに思ってるところなんですね。で、質の高い保育を行うことができてる園というのは、割とやっぱり人間関係もいいですし、離職率も低いです。その中で先生たちがとても満たされていて、でいい保育ができていることを誇りに思っていて、やりがいも感じているので、なのでそこに定着して保育を続けていくことが、こう割とスムーズに次の世代とつながっていけるようになるんですね。で一方で、保育園の中でなかなか自分が思うような理想の保育ができない状態にいるっていうのが続いていくと、保育士はやっぱり子供が大好きで保育士になっている方が多いので、心が傷ついていっちゃうんですよね。子供が好きでここにいるはずなのに、どうしてこんなに子供をせかしているんだろう、どうして時間時間言ってるんだろう、どうして大人の都合で子供を動かしているんだろう、だんだんそんな自分に傷ついていってしまう。でそうする中で、はあ疲れたわって、給料低いしさっていうことで、おそらく皆さん基本的には保育士になる時点でお給料低いの分かってるんですよ。それは高い方がいいですよ、上げてくれるならどんどん上げてもらいたいってみんな思ってますけども、低いのを承知の上でなぜこの職を選んでるかっていうと、それ以上にやりがいがあったり楽しかったり充実感があるから選んでるわけですよね。それなのに心が傷ついてしまったり、自分の夢の扉を開けた向こう側が見えなくなってしまった時に、離職っていう道を選んでしまうようになるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ですので、そうならないために、園自体の保育の質を上げていくっていうところも大事ですし、保育士さん一人一人が、新人さんも中堅さんもベテランさんも、常にこの園にいてよかったって思えるような環境であるということと、それとこの園の中で人間には成長欲求というのがあるので、成長していけるっていう感覚、子供だけじゃなくて大人もこう一生成長していくんですね。で中には、私別に成長しなくていいんで安定すればいいんでっていうふうに言う人いますし、私も基本的には安定欲求が強いんですよ。なんですけども、だからこそ気づいたのは、安定を選ぶと実は安定しているようであってどんどん後退していくんですね。気持ちにこう油断が出てしまうというか、だんだんなんかこう自分はそこで止まってるけれども、
社会はどんどん前に進んでいくんですよ。で、時代は常に回り続けてますし、環境が変化し続けているので、その中で自分が立ち止まるってことは、明らかにその波から置いていかれることになっちゃうんです。で、そうなると結果的に自分は置いてけぼりになっていってしまって、乖離してきてしまう。そうすればするほどやりがいが感じられなくなって、なんかよくわかんないけどここに居続けているとなると、輝いてる後輩がムカつくんですね。で、なんかイチャモンつけてみたりとか、悪口言ってみたりとかっていう風に負の循環に入り始めるので、やっぱり人間はある程度成長できるような仕組みと課題があった方が、成長していく喜びを感じられて、かつそこから先の人生を豊かに生きていくっていう課題をつなげていくことができるんじゃないかなというふうに思います。で、そういうところで今国の中でキャリアパスっていう言葉が出てきています。キャリアパス、なんぞやと、はい、これは私が初めて聞いたのは確か一昨年ぐらいに、当時の園の事務長とこう補助金の申請の紙を見てたんですね。で、あー、なんとか補助金増やせないかなとかね、収益の増やす道はないだろうかとかいろいろ考えてる中で、あ、先生なんか新しい名前出てきたよってなってですね、何キャリアパスってなんぞやってなった時に、そこで初めて目にしたんですけども、保育士がやっぱりこう成長していく、そのためにある程度の段階、新人、中堅、ベテランというふうに段階があって、その段階に沿ってちゃんと課題を設定することができて、そこに一人一人を引き上げていくような仕組みがある園にはやっぱりちょっと優遇しますよというようなお話がありました。で、これは結果的に保育士に還元されるような仕組みになりますよということで、本人のモチベーションも上がり、かつ園にとっても嬉しい人材に育っていってくれる。で、園全体が引き上げられていく。で、プラスアルファで保育士さんちょっとだけお給料アップしたらいいですねっていうところもそこにかけられているんですね。で、キャリアパスの仕組みは、おそらく各園に委ねられているところと市町村がそれぞれよしやるぞっていうことで設定をして、その研修を組んでそこに園の人たちを募集かけて誘導していくっていうところがあると思うんですけれども、私も今年度一つ3日間コースである地域でやることが決まってまして、早速じゃあどういう仕組みがあるといいのかなっていうことで、今いろいろ情報収集をしながら棚卸しをしているところなんですね。で、これはもしかすると保育業界だけじゃなくて、専門知識は保育の業界のことはもちろん大事なんですけれども、結構参考になるのが他の企業だったり、他の、NPO だったりとか、まあ、いろんなところの人材育成の仕組みにかなり近いものがあるんですよ。これまで保育の業界って見て盗めって言われてる業界だったんですね。私が入った時点でも、当時20年前ですかね、その頃は育成のマニュアルとか存在しなかったんですよ。なんなら研修って言ったってただいるだけなんですよ。で、先輩がいるのを見て学んで自分で動いてって、それが研修だからって言われていた業界なんです。で、私もそれが当然だと思っていたので、なんか新人が入ってくると、なんで自分で気づかないのとか、なんで意欲ないのとかって思ってしまってる若い頃があって、そりゃそうだろ、わかんないだろうと、私だって苦労したのにって自分でツッコミ入れるんですけどね。で、それがどうやら保育業界とか福祉業界独特のものなのかもって思ったのは、実際に保育園児童養護施設を経験して辞めた後にコーチングの勉強を始めて、そこでいろんな企業とかいろんなところから人事の人たちが、最前線にいる人たちが来ていて、情報交換する中で勉強会を一緒に主催したりする中で、え、企業ってこんなに研修しっかりあるの、年間通じて新人研修、中堅研修、あとこうベテラン、あるいはマネジメント研修、リーダーシップ研修ってこんなにやるんだっていうことに気づいたんですよ。で、一方でこうふっと見た時に、保育業界の研修ってスキルアップの研修はすごくあるんですね。例えば手遊びですとか、子どもの関わり方、難しい子どもへの指導の仕方だったり、こう目線だったり、あとはアレルギー対応だったり、必要なので、日々目の前で必要なので、その研修はたくさんあるんですよ。で、一方であれって思ったのが、リーダーシップってどういうこととか、育成ってどういうこととか、マネジメントの視点ってどういうこと
かあんまりないんですよね。でないんですけど、結果的に新人中堅ベテランとかリーダー主任とかってなっていった時にないのに求められちゃうんですよ。習ってない、教わってないなのに育成しろって言われても分かんないしっていうような人がすごく多かった。これは私自身も育成ですごい悩みましたし、あとは、まあ、関係ないんですけど少林寺拳法をやってる時に、まあ、後輩がどんどん入ってきて、それまでチヤホヤされていたはずなのに気づいたらババアてめえが教えろよっていうふうに言われましてね。で、私教えるのってなった時に戸惑いながらも育成する側の視点に立つっていう体験をしていったんですよね。でその時に葛藤はもちろんありましたし、それとともに視点が変わっていく中でどう立ち位置を取り下の人たちを育てていったらいいのかっていう、その関わり方もなんとなく体得していったものがあったんですね。なので自分が施設長になった時に、例えば新人さん中堅さんベテランさんっていた時に一人で全てをやっていくのは無理なので、それぞれの層に意図共有を行っていったんですよ。例えばリーダーさんって、あ、主任さんって、主任さんは園の中で例えばバスケットボールのこうコートをイメージしてくださいと。でこの中に子どもたちがいて先生たち担任がいっぱいいますよねって。でこの中のあなたは主任さんはこうピーって笛吹いたり、あそこいいねとか声かけたりする監督さんの役割ですよと。でその現場に関する監督の役割をあなたはしてもらうのでよろしくねと。で一方で施設長や私たちは外部の社会とか国とかのいろんな指針を聞きながら現場に未来と今をつなぐ架け橋かけるのが施設長の役割ですよって。だから多分私には見えない現場のことが主任には見えるはずなので、主任さんよろしくねって、情報収集と橋渡しよろしくねって言いました。で一方でリーダーさんには、リーダーはこのたくさんいる人たちの中でまとまりごとをまとめてもらう人ですよ、もちろんその中には新人もいれば中堅さんもいればって、そういろんな人がいるので、その人たちに対して声をかけて育てて一緒に喜び合えるチーム作ってくださいねって。でそれがあなたの役割ですよって。で新人さんってなった時には、新人さんはまずはこの保育園っていうところで子どもたちが気持ちよく楽しく成長していけるための仕組みを作るのが新人さんのまずは覚えていくことなんですよって。でそういうふうに視点やしないながら動けるようになっていきましょうねっていうことで話をして共有をした上でやり取りをしていったんですね。でもちろん一人一人に育っていただくってことも大事ですし、私自身もたくさんうちの部下の人たちにいろんなことを言ってもらってですね、育ててもらったっていうところがありました。でそれが多分大事だったなというところもあり、この仕組みっていうのは実は他の企業の研修を見ていてすごく学んだことだったんですけれども、その仕組みをちゃんとそのプログラムにしたものを各園で全国で展開をさせてもらっています。これは育成研修だったり主任のための研修だったり、あとは働きやすい職場作りっていうことで、ほっとくと悪口の温床になっちゃったり、ほっとくと何かの顔色がかかるような仕組みになってしまったりして言いたいことを言えなくなっちゃったりとか、まあ、いろんなことありますよね。でそういう中でこう誰かに左右されるんじゃなくて、園全体で行きたい方向に向かうにはどうしたらいいでしょうか、はい、そのための仕組み作りをみんなでしていきましょうっていう研修、そのためのノウハウを1日講座の中に落とし込んだりしてやっていたんですけれども、おそらくキャリアパスの中で求められていることというのは、それぞれの段階において必要なスキルだったりリーダーシップだったりマネジメントだったりっていうところを本人たちが自覚しやすいように各園で仕組みを共有して引き上げていって、で育っているという実感を本人たちが持てるようにしていって、園にとって大事な人材であるっていう自覚を持てるようになる。でかつもう少しだけでもこうお給料上がるとですね、やったーってちょっとモチベーションになりますのでね、そこを上げていく中で園全体をこう辞めにくく働きやすく、そして子どもたちに質の高い保育をできるような園にしていきましょうっていうのがキャリアパスの目的かなというふうに思います。はい、ですのでこれから多分全国的にどんどん落とし込まれていく仕組みだと思うので、自分たちだったら何ができるんだろうっていうことで考えられるといいのかなというふうに思います。はい、でそれをやっていく上で実は欠かせないのが保育者一人一人の
人生の中での立ち位置なのかなって思ってるんですね。これは例えば20歳で入った人がいて、でこの人はずっと、待って、どっちから来たかな、こっちから来ましたね、はい、20歳で入りました。で夢を描いて保育者になって、そして24歳ぐらいでお付き合いをする人が出てきました。で結婚しました。で結婚しても続けますって言っていたんですけれども、なんだかんだ妊娠をした時に、やっぱり自分の子供と一緒にいたい、他の子を見るよりも自分の子と一緒に日々過ごしたいって言って、一旦辞めちゃう人とかいますね。で一方で復職して、育休取った後に復職して、それからも続けられるっていうところもありますが、ここはまず本人のそばにいる子供を支えるサポートをする人がどのぐらいいるかっていうところで体制が決まってくるのかなという気はしています。はい。で、まあ、例えば一旦子供を育てるので育休取ったとして、28、30ぐらいでもう一回復職して、その後にキャリアをずっと重ねていく人もいますし、一方で30、そうですね、一旦辞めた人も保育士の資格を持ってると、もう一回働いてみようかな、パートナーできるかなって言って復職し始めるのが35ぐらいからかなという感じがしています。で一方でそれ以外のところで言うと、まあ、保育士の資格取ったけど実習の時に嫌な思いしちゃったし、あと他の企業の方がお金がいいからって言って他の企業に勤めて、で働いては見たものの、やっぱり保育の世界で充実感を感じたいって言ってですね、復職する人もいるわけですね。でそうなった時に38、40ぐらいから復職、全く違う形で採用で就職するっていう新人さんもいれば、そうですね、それまで全く保育に関わっていなかった方で40歳過ぎたぐらいから自分の子育てが一段落して、で、ああ子育てって楽しいな、子供っていいなっていうところで保育士の資格を自分で勉強して取っていって、でそこから就職を果たすっていう方も今だんだん出てきてますよね。でそうすると42、3から新しく就職されて、でも子供がちょっと手を離れていたりするので、その後非常勤からだんだん職を積み重ねていって、で実は結構長く働けたりするんですよね。でそのぐらいで例えば50歳ぐらいで子供が大学に入るとなると、私本腰入れて働きますなんていうこともあって、じゃあ先生頼みますよとか言ってシフトをしっかり入ってくれるような先生になっていったりとか、あと一方で保育士の人生の中でも、50歳前ぐらいからですかね、親御さんの介護が入ってくる場合があります。介護で親御さんの元に帰らないといけないのでっていう方もいらっしゃれば、ちょっとこう親が病気がちになってきたのであんまりシフトに入れないのでっていう方も出てきたりもしますよね。でそういう中で親御さんに付き添っていたりやり取りをしていたりっていうところから、また親御さんの状態が良くなったり、はたまた他界されたりっていう中で現場にまた復職、第一線で働ける状態になってくる人もいれば、本当にいろんな形で人生の中で保育って長く関わっていく業界かなというふうに思うんですね。で本当に最後の方、定年ギリギリまで働く人もいれば、まあ、いた縁では60歳でそれまで全く違う業界で働いていたけれども保育の仕事が楽しそうだからやってみたかったかなって言って、そこからスタートされる67歳の方もいらっしゃいましたし、またまたやっぱり教育の業界にいて、やっぱり定年間際になって子どもの人間の原点である子どもに関わりたいっていうところで資格を取るチャレンジをされるっていう方もいらっしゃいますよね。今実は定年ギリギリから保育士の勉強をされる方って少しずつ出てきてたりするんですよ。でそれはその方がずっと生きてきた人生の出会いだったり感じてきたことだったり身につけてきたことだったりリソースがたくさんあるので、それを子どもたちに流していけるっていう意味で貴重な人材です。子どもには物としての環境ももちろん大事ですし、親の中のいい環境ってのも大事なんですけれども、一方でどんな人が関わるかっていうところ、人的環境っていうところがとても子どもにも影響を与えたり、お互いを引き出すような影響を与え合う関係性になれるっていうところがありますね。はい、でそういうところで言うと、いろんな業界だったりいろんな人生経験をされてきた方が業界に入って子どもと関わるということは、
子どもにできる話だったり関わり方の幅が広がるっていうところで、多様性のある保育現場が実現できるので、それは素晴らしいことなんですね。ただ前の世界で培ってきた関わり方だったりご自身の葛藤だったりっていうところの折り合いをつけていく必要があるので、そこは随時フォローが必要なのかなっていうふうには思います。でそんなわけでキャリアプラン、一人一人の人生の中で自分、今の自分と過去の自分、これまでに培ってきたもの、好きだったこと、やってみたかったこと、そして今から未来の自分、これからどんな自分になっていきたいのか、どんな人生を歩んでいきたいのか、そこで自分が大事にしたいことは一体何なのか、もっと言っちゃえば自分の人生が終わるときにどんな人生だったって言えるような豊かな人生を歩んでいきたいのか、そのことをちょっと私野望って言い方をするんですけど、人生の野望をね書いてみてくださいと、あなたの人生がこんなだったら嬉しいなっていうウハウハするものをこの表の中に書き入れちゃってくださいって言って、何年計画とかで書いてもらって、そこには例えば趣味、学び、あるいはこうプライベート、はい、何歳ぐらいで結婚したいです、何歳で妊娠希望してますとかですね、あとは家族、はい、何歳ぐらいからもしかすると親の介護が出てくるかもしれませんとか、今この時点でこういう状況の家族がいるので、いつ何かこうなるかもしれませんがその時はお願いしますとか、そんな風にそれぞれの人を取り巻く時系列、こう時間の軸の中での未来っていうところや過去を見ることでその方の豊かさが見えてきますし、家族やあとはその人自身のこう好きなこと、リソースっていうものを書き出してもらうことによって、その人がどれだけの素敵な世界を持ってる方なのかっていうことが浮かび上がってくるんですね。でそれをもとにお話をしていくと、ただ働くってことだけじゃなくて人生全体を分かち合う、 こう環境の仲間っていうところで一緒にこれからの毎日を作っていく同士になっていけるのかなというふうに思って、毎年見直しを書いてもらっていました。で中には、あ、妊娠希望って書いてある年になったねって、どうなの彼氏はって、いやまだいないんですよ、まずあそこがとか言いながら話をしていたりですとかね、あとは本当に結婚してこれから子供が欲しいと思ってるんですって、なので来年は非常勤になりたいと思ってるんですとか、まあ、そんなようなこともあれば、そうかと、じゃあそういう話をひっくるめた上で私たちも長期的に採用の計画を立てていかないと、今特に保育士不足の状況の中なのでっていうところで、今度はもうポワン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 って経営計画、採用計画の方に頭がいくわけですね。で、いろんなことを想定しながら園全体として共に育っていけるような、人生を一緒に歩んでいけるような人のつながりを編み出していく、一緒に糸を作っていくような、織りなしていくような、そんなようなことができると園の中で人が大事なリソース、資源であって、で子供が育ち合っていくための大事な仲間ですよっていうところが共有しやすくなるのかなというふうに思っています。はい、というわけで、あっという間に47分になってしまったんですけども、実はこれチャットっていう機能がありましてね、このチャットっていうところでは、もし聞いていて感じたことですとか、あと、あ、これなんとタイトルかけたんですね、夢チャンネル、夢チャンネル、はい、キャリアプラン、保育士の成長ステージ、キャリアパス、キャリアプラン、はい、でこんなところでやり取りも実はできるんですよ。っていうのを最初に言えばよかった、はい、と思っています。で、そうですね、最近いただいた質問ですと、うん、その10年ぐらい経った先生が辞めていってしまうっていうところで、どうしたらいいのかなっていうところなんですけれども、その方の場合、まあ、いろいろお話を聞いてみないとわからないんですけれども、もしかすると、その方が今まで保育をしてきた中で達成できたことだったり、やってきたことで有意義だったことっていうのを一緒にお話をして膨らませていってあげることができると
いいのかなっていうふうに思います。で、人って過ぎてきた毎日のことって日々今を見ているのであんまり覚えてなかったりするんですね。なんですけれども、振り返ってその時の気持ちを一緒に味わっていくことによって、ああ楽しかった、そうか、これを通じて自分はこんな自分の気づきがあったんだっていうふうに成長を振り返ることもできるかもしれませんね。で、嬉しかった気持ちとか楽しかった気持ちっていうのを一緒に共有していけるといいです。その上でこんなにたくさんいいことがあったんですよっていうことを踏まえた上で、あなたはこれからどんな風に人生歩んでいきたいですかって、これ実はコーチングの関わりになるんですね。普通の会話だとそうよね、楽しかったよねで終わってしまうんですけれども、コーチングの関わりの場合は、今の自分は、私の方、自分たちの方は透明人間みたいなイメージなんですね。透明人間で相手にひたすら焦点を当てていきます、はい、相手、その方自身に焦点を当てていって、その方の人生が輝くサポートをするっていうのがコーチングのコミュニケーションになります。なので、どうやったらその人の人生輝くのかなって見たときに、例えばやりがい、これまでのやりがいを振り返っていくっていうことと、これから未来の自分がどうなっていけるといいのかっていうイメージを共有していくっていうこと、これフルフィルメントっていう関わり、 CTI ジャパンっていうコーチングの養成学校の中で学んだことなんですけれども、すごく充実感にあふれている自分、よかった、こうなったら嬉しいなとかっていう、その自分の中での気持ちが大きく膨らむ時っていうのは、その人自身の内側にある価値観に触れている時だと言われています。価値観、何か、これを大事にしていきたいっていうものですね。子供と共に成長していきたいっていう人もいれば、自分が家族と一緒に豊かな人生を歩んでいきたいって思ってる人もいれば、仕事の中でキャリアをしっかり作っていきたいって思う人もいれば、自分は次の園長になるので、これをしっかり仕組みを作っていきたいって思ってる人もいれば、これまでの保育を変えていきたいって、さらに良くしていきたいって思ってる人もいるかもしれません、はい、そんなわけで、それぞれのその人の内側にある願いに耳を傾けながらお話を聞いていきます。これはただ聞くんじゃなくて、心の声に耳を傾けていくっていうことですね。で、願いを聞いていく中で、そうですか、あなたは子供と一緒にもっともっと豊かな未来を作っていきたいって思ってるんですね、とか、そんな風に心の声を代弁していくようにするんですね。願いを汲み取って、価値観に寄り添って、そこの内側の思いを言葉にしていく、はい、そうしていくと、その人ならではの人生の目標っていうのが見えてくるんですよ。そしたら、これもちろん縁の中で働いてもらいたい、これからも成長してもらいたいっていうところなので、ここで個人の人生の豊かさやあり方っていうところと、その人自身の課題っていうのをリンクさせるところなんです。つなげていって、ここでピッて縁の方向性とその人の未来が一緒に合わさっていった時に、あ、私はこの縁の中で自己実現ができるっていうふうにその人自身が感じることができる。そしたら、その人はずっとその縁の中でそこで頑張ろうっていうことで、いろいろ試行錯誤をしていくセットアップができるんじゃないかと思います、はい、この時に縁側の都合だけを押し付けちゃったらダメですし、本人の希望だけを組んで、ああそうねそうねって言って言い分だけを、例えば給料上げてくんなきゃやだとかもしあったとしたら、そこの表面的なところじゃなくて、奥にあるところ、お給料上げてほしいって思ってるんですねって、その奥にはどんな願いがありますかって、で、保育士はこんなにいい仕事してるのに給料が上がらないっておかしい、じゃあこんなにいい仕事してるって思いがあるんですねって、そこにはどんなんか誇りがある感じがします、どんな誇り持ってますかって、そんなところから奥にある願いや誇りの部分、思いの部分から、じゃあそこをうちの園の中でもっと実現していきましょうって、でもしかしたら給料の面では今すぐは約束できないかもしれないけど、できるだけそういった形で組んでいけるように努力はしますよっていうような形で未来につなげていくことはで
できるかもしれません。実は離職率って園によって違うんですね。満たされている人、満たされている園の中ではお給料そんなに高い園ばかりではないですけれども、そんなに離職する人って少ないです。だからこそ保育士自身がその園の中で豊かに成長していけるっていう、その枠を一緒に、未来っていう大きな額縁に対して園と保育者一緒に二人三脚で未来を描けるような共同体であるっていうこと、それを作っていけることがとても大事なことなのかなと。そのためにいろんなこう枠組みのお話、新人さんの目標ここですよ、中堅さんの目標ここですよ、あなた今中堅さんですごい頑張ってくださってますけども、プレイヤーとして保育者としては素晴らしいけれども、次の課題がありますよ。それはリーダーシップを発揮するという課題、またあなたの視野が広いところを生かして自分だけじゃなくて他のメンバーを育てていくっていう課題、あとはベテランとしてもうすでにやってる人であったとしたら保育者としては素晴らしい、だからこそあなたの力を園のために生かしてもらいたい、もっとみんな全体を引き上げていけるようなマネジメントリーダーになってほしいんですって、そんなところをお話をする中で本人の次の目標を一緒に見つけていくことができると、はい、そうすると本人の中で新たな目標のセットアップができて、炎がヒュッとこう燃え上がってきて、そうすると表情が変わるんですね、はい、それが次々とこう階段を上っていくモチベーションになっていくのではないかというふうに思います。あとは最近時々聞かれるのが、なんだかんだ言って保育士さんって出世欲ない人が多いんですよねって、私は保育がしたくて現場に入ったので別に出世とかしたくないですって、リーダーとかやりたくないですっておっしゃる方が多いと。でそういう人たちにあなたに任せたいんだっていうふうに話を振った時に、いやいいですそういうめんどくさいのやりたくないんでって言って引き腰になってしまうっていうお話があるんですね。確かにそういう反応する人表面的にはとっても多いと思います。私も多分普通に一保育士だとしたら、へ、なんでそんなめんどくさいことやらなきゃいけないんですかって多分思っちゃったと思います、はい、でも大事なのはあなただからっていうところ、あなたのこういうところを見込んでいるので、だから次のリーダーを任せたいと思ってるんですよって、その人自身の可能性を見て可能性に惚れ込む形で次の役割をバトンを渡してくれたとしたら、人って自分の可能性を見出してくれる人のことやっぱり好きになりますよね。なぜならいつまでたっても自分の可能性知りたいんですよ人間って。だから自分でも見えない可能性を見てくれる人についていきたいって、特に自分に見えない世界の中でそれを一緒に見てくれる人がいるのであれば、それこそ天下統一を一緒にやっていこうっていうふうに声をかけてくれるような感じですよね。一緒に保育の中での素敵な世界を実現していくことをやっていきましょう。あなたはそのためのかけがえのない一員なんです。あなたがいることでそれができるんですっていうふうに、その人自身の自己重要感を大切にして引き上げていくような仕組み作りをしていけると、保育者から一保育者から次のリーダーシップを発揮する人、さらに次の主任さんとして輝く人、どん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 力を発揮していくいい道のりができるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今回は保育士の成長のステージというお話、そして2つ目にキャリアプランというお話、そして3つ目に2つ目はキャリアバスですね、はい、で3つ目にキャリアプランというお話をさせていただきました、はい、少々でいろんなところからいただく質問ですとか、それに対する回答も織り交ぜながら、また保育の世界だけが分かれていて子育てしている世代にしか関係のないお話ではなくて、社会の中でのつながりがある中で保育の分野ではこういうことが起こってるんですよっていうことを、つながりを見つけながらお話をしたいなと思って今回の会を企画しました、はい、今回はこれにて終わりとなります。お付き合いどうもありがとうございました。次回ですが22日かな、少々お待ちを、はい、
次回は3月の22日の水曜日の夜7時を予定しております。はい、今いろいろと世代交代の時期だったり、クラスが入れ替わる時期だったり、体制が変わる時期だったりするので、引き継ぎっていうところをなんとなくイメージしながら次回の回をお話をしてみたいなと思っています。引き継ぎをただなんとなく行うのか、もしくは引き継ぎをチャンスに棚卸しをすべてして次のいい仕組みを作るための土台にしていくのか、それによって雲泥の差が生まれてくるのかなと思っています。そこを次回はお話ししながら、保育士のプライベートを充実させることの良さとか、そういったお話もしていきたいと思います。